こんにちはゆうです、えー、今朝ですね髪がボサボサですあえてですね髪の毛とかずにこのまま録画してるんですが、えー、私の中ではおはようございますなんです、えー、実はですね、えー、順調に回復していますうつ病なんですが、えー ううつ病のの薬っていうのは不思議なんですね、えー、先生がですね相性を見ます「この薬はあなたに合いますか?」ということで、えー、投与ですねあの投薬ということで服用の薬をですね出されるんですけれども、えー、それがですねあ「この薬は私にとって相性がいいみたいです」あの「落ち込みもないですしあの気分の起伏もかんそう,う感情の起伏、まあ、イライラとかはもともとなかったんですけれども」 えー、そういう波実体もないということで先生にお話をすると「ああじゃあこの薬はあなたに合うんですね」 じゃあ量を増やしましょう。ってなるんですね。あの、うつ病の薬ってどんどん増やされていくんです。あの、普通の病気ですと回復したり、えー、体調が良くなったりすると、まあ量を減らしましょう。とかってなるんですけれども、もうつ病の薬はですね量が増やされてしまうので、その分副作用も強く現れてきます。えーとですね。今、私がですね。飲んでいます薬。薬この前相性がいいと言ってお話しさせていただいた。 ビリファイという錠剤ですこちら3ミリに上がりましたこの前0.5ミリというお話ししてしまったんですが、えー、よく見ると半分だったので、えー、1.5ミリじゃないかなと思うんですがお薬手帳には0.5ミリって書いていたんでちょっと謎なんですけど今回間違いなく3ミリですね、えー、出ているんですただそこにもですねあの副作用が強くてですね えと元気になる薬なんですこの薬とっても元気になるので肺まではいかないんですが自分的にはですね、えー、気分が高まるようなのでその分ですねこう熱がブブブブって走って油,油を注がれて、えー、一生懸命走っている何、うん、て言うんですかねエルだったら石炭ですか 貨物車のよう SL 電車のようなんですね、えー、っとそれで一生懸命走ってしまってそのですね石炭が空っぽにならない間ずっと走り続けてしまうから眠れないんですそういう状態なんですね今ね。で先生からも言われているんです「もしかするとこの薬ですね,あのね眠れなくなるかもしれないから睡眠薬その時飲んでください」って言われたんですが、えー、まあ昨日は そこそこ外も歩けたので、うん、睡くなくても大丈夫かなと思って寝,寝たんですねでも眠れなかったんですずっとですね。朝ももももももも時時時時時時結局一晩明かしてしてまったんですねで先ほどですねまあご飯を朝食べてちょっと眠くなったんでちょっと3時間ばかり寝ることはできたんですけども。 ぼんやりしてますえー、っとですね覚ええることともででできないんすすね、えー、っとですねっ今回の動画ボロボロになってるのですのそれも覚悟です。あのというのがうつ病の薬の副作用というのがこういうふらふらになっているですとか、えー、言いたいこともですねうんこう言葉がこう。 出てこない,っていうんです、ね、言葉のつままきがありますこういう症状だということもちょっとあのお伝えしたくてですねあの皆さんは全然見たくもなく <laughs> あの全然決して仮装ですねコスプレをしてですねこんなちりちりな頭になってるわけではないんですけれども、えーとですね、そのエンビリファイという薬もですね見せたあの皆さんに見ていただきたかったんですがどこに置いたのかわからなくなってるのとですねサイレスっていう薬はこれあの睡眠薬なんですけれども。 こちらもですね夜じゃん飲めばいいなぁと思ったんですけどどのタイミングで飲んでいいかが自分でわからないですね、えー、夜中3時ぐらいに飲んでしまった。ずっとまた次の日のずっと何時まで寝ちゃうんだろうと思ったらちょっと怖くなっちゃったですしてですね飲まなかったんですね、えー、そういうことがありましてふくり じゃないですね、薬の副作用とあとですね今日どうしてももう一本ですねうつ病の方との接し方について動画を上げたかったので、えー、その前にですね一本このようにあのボロボロな状態でお見苦しい点がありますが一度今薬の副作用というのは辛いんですよということをお伝えしたく、えー、動画を作りまししした今日も1日もよろしくお願いしますゆうでした。